体重80のままで、あのやっぱり最初その質感がいい状態で来たじゃないですか、うん、であれで77でちょっと軽いんですよ、うん、僕の中ではやっぱりちょっとこう食べるカロリー上乗せしてでパワーリフティング優勝するぐらいの居場重量、うん、あのしっかり上げるようにしてでここまで来たら結局80になりましたね、うん、体重がだいぶバルクアップは成功したかな。最近なんかあれだもんね、長距離の選手の西田君が結構上位に来るので、はい、でかくないと話にならないなっていう。この身長で80やればもう十分かなって感じがしますよ、速度関しては。はい、さすがに170、90キロやるとちょっと怖いですね。そうですね、ちょっとおおってなりますね。いやでも本当に準備はしっかりしてるんで、ストレス要因も一切ないです。このままもうやり遂げるのみです。まあ、僕もね、応援しに行くんで、はい、はい、ありがとうございます。盛り上げ、はい、盛り上げます、盛り上げます、盛り上げます、はい。またね、今2週間前なんですけど、また直前に会えたら、ちょっとまたミスター東京どういう大会なのかとか、そういうのをちょっと聞いていきたいです。じゃあ、はい、7月28日にあのセミナーをやらせていただくということで、はい、これやりますか。はい、シャイニージムで開催します。ですね、脱ぎます。最初に脱いで、まずミスター東京直前もフリーポーズですよね。フリーポーズ、はい、でリプリート前の体なので、まあ、ここから1段階開けた状態であのフリーポーズしようと思います。でそこからは、1時間ほどトレーニングのセミナーなんですけども、口頭の講義で伝わるような、簡単な内容のトレーニングセミナーをやらせていただきます。現在あの募集中ですので、ぜひあの概要欄から予約してください。はい、お願いします。